新型コロナの影響で厳しい経営が続く地域の航空会社エアドゥとソラシドエアが共同で持ち株会社を設立する方向で調整をしていることが分かりました。主に道内と東京を結ぶエアドゥと九州を拠点に東京などを結ぶソラシドエアは新型コロナの影響で利用客が激減し経営が悪化しています。関係者によりますと両社は経営効率化のため新たに共同で持ち株会社を設立する方向で調整を進めていることが分かりました。両社は機材の整備や燃料の調達などを共通化することでコスト削減を目指しますが路線やそれぞれの社名は維持する方向です。